ってる。このバスの方が向こう側に逆流かどうかわかんないんですけど、路面電車が走る。まあ路面電車ちょっと見えてる。路面電車。吉田城はちょっとそんなにお城的な感覚はないんですけど、そんな感じでこう歴史を辿るのもいいかもしれない。駅のところに、コインパーキング、タワーパーキングがありますので、丸一日止めていくらとか、そういう感じですね。